みんなに新年のご挨拶ね。はい、皆さんこんにちは、星の子です。今日はじゃーん、こちらセリアに行ってきたので、こちらの購入品を紹介したいと思います。それでは早速スタート。ちょっと久しぶりに行ったのでたくさん買っちゃいました。まずいつも通り収納に使えるものから紹介します。こちら新作、じゃーん、もう物がすでに入ってるんですけど、開け閉めいらずの整理ボックス、つまみ出せるようになってます。排水口の匂いが気になった時に排水口にね、こうピョって入れるやつ、これなんだっけ、これを入れてます。こう20センチの通常のジップロックとかもちょうどぴったりのサイズなので、ジップロックとかをねくるくるっと入れて、こっから取り出すように使ってもいいかもしれない。とっても使い勝手のいい収納ボックスだなと思います。で、次、じゃーん、ライナケースの M 型のボックスを3つ購入しました。パソコンデスクのね、こう引き出しの中が全然整理できてないので、ちょっとそれ用に3つ購入しました。真っ白でこうカクッとした入れ物が欲しかったので、ちょうどいいなと思って購入しました。あとはこちら、イヤホンケースです。中をね開けるとこんな感じになってます。これにね、イヤホンをくるくるっと巻きつけて、この中で保管できるっていうものなんですけど、私はね、そういう使い方じゃなくて、まぁ、ちょっと細々したものをこの中にまとめるように買いました。ちっちゃいプラスチックのケースが欲しかったので3つ購入しました。次はこちら、すごい平たいケースなんですけど、これもね、パソコンデスクの引き出し用に買いました。すごいね、一番手前の引き出しがすごい浅くて、ここをこう仕切るのにいいなと思って、とりあえず一つ買ってみたんですよ。そしたらね、すごいジャストサイズだったので、これを何個か並べてもいいなって思って購入しました。そして次、これめっちゃ良くないですか。これ引き出しになるんですけど、これ新作かな。これを見た瞬間、うわーと思って、今ね、同じようなこういうタイプのものあるんですけど、クリアタイプのもので、あんまり気に入ってないんですよね。テレビ棚の収納で一回紹介したことあるんですけど、それをやめてちょっとこれにしようかなって思います。写真貼っておきます。ちょっとね、デッドスペースができちゃうので、もう2段付け足して、横に何か違うものをこう収納しようと思います。この引き出しが100円、これが100円なので、1つで200円です。なので4段買ったら800円なんですよ。そう考えるとちょっと高い。高いね、けど可愛いから。次は収納に使えるものは以上かな。あとはね、このノート2冊、いろんなね、モノトーンの柄があって、とっても可愛い。あー、これ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 、ちょっと気になってたんですよ。スプレー缶のカバー2枚入りですね。ブラックはね1個しかなくて、あとはコーン色もありました。長さがね違う缶でも、ここでカットして使えるよっていうものです。ちょっと可愛かったので買ってみました。わざわざ缶をねモノトーンにしたいとは思わないんですけど、まあちょっとやってみたら可愛いかもと思って買ってみました。こちら、これは調味料ボトルです。こっちが穴がちっちゃい方で、こっちが穴が大きい方。これは塩コショウ用に買いました。塩コショウってね、たくさん使うからすぐなくなっちゃうんですよ。で、その度詰め替えがめんどくさいので、大きめを買いました。次、子供用の携帯歯ブラシ、こういうケースになってて、パカッて開ける。まあちょっとこのケースがとりあえず欲しくて買いました。とちびさんの、ね、歯磨きケースがなくって、旅行をよくするので、ちょっととりあえず買っとこうかなと思って買いました。次、まだまだあるぞ。この星のヘアバンド、これはね、旅行用に買いました。洗顔するときにね、ピュッてつける。あ、あとこれだ。これもね、めちゃくちゃリピートしてるんですけど、付箋のメモ帳です。すっごいね、忘れん坊なので、なんか思いついたことピュピュって書いて、パソコンデスクにプッて貼ろうかなと思って買いました。次、ウェットシート用の蓋です。これね、ボタン一つでパカッと開いてくれるもので、これもね、リピート品です。おちびさんの手とか口を拭く用のウェットティッシュに毎回つけてます。これは絶対買う。次、針のいらないホッチキス。なんか東急ハンズとかで見たことはあるんですけど、本当にできんのかな、これ。ガッチャンとやって引く。うわっ、うわっ、ほんとだ。へー、新
私次クリスタルのね可愛いつまみを買いました。これは6つ買いました。前ね DIY したアクセサリーボックスがあると思うんですけど、まだねちょっとできてない部分があって、時間がある時にやろうかなと思って新たに買いました。次はねクエン酸とセスキ炭酸ソーダを買いました。セスキ炭酸水をね作って、毎回料理した後にシュッシュッと吹きかけてこう吹き上げてるので、それ用に使ってます。油に強いのでね使ってます。次こちら、これ可愛くないですか。一本結びにした時にこれでねちょちょちょいって結ぶだけでおしゃれに仕上がるかなと思って買いました。そして次しっかりベルトフック、これは結構子供がいる方はベビーカーにつけたりしてるんじゃないですかね。今使ってるベビーカーがちょっと重くて、新しい軽量のねベビーカーを買ったんですよ。それにねつけたいなと思って購入しました。これね100円なのにしっかりしてて絶対取れることがない、それもおすすめです。チビさん久しぶりかな。ほらこれね今年セール品をチビマインで買ったんです。あのセットアップ可愛くないですか。髪の毛も伸びて、ね、髪の毛も伸びたね。みんなに新年のご挨拶ね。今年もおちびさんもよろしくお願いします。という感じで以上になります。この動画が少しでも良かったよって思ってくれた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。